皆さんこんにちは。今日は3月30日の運動塾通信をお送りしています。この記事は、3月11日のエコノミストの記事で、アメリカ軍は太平洋においてどうやって軍事的な中国からの脅威を、守るかという関係した記事で、今日と明日2日にわたってお送りします。アメリカの航空将校たちは太平洋における中国の脅威に応えている。アメリカの基地は中国のミサイルの標的になりやすいということですね。で、早速見ていきますね。まあ、これ東南アジアの地図がありますけど、何年にもわたってアメリカの司令官たちはアジアにおける軍事バランスが彼らに不利に動いているのを見てきた。2018年にある委員会が警告を出したのだが、中国と戦争したらアメリカは間違いなく負けてしまうかもしれないと言った。3月4日にアメリカインド太平洋軍の司令官のダビッドソンは5年以内に中国はアメリカを失うと言った。彼の意見が議会を目覚めさせた。12月に議会はアメリカインド太平洋軍を強化するために太平洋抑止イニシアティブとして22億ドルの予算を採決した。現在アジアのアメリカの司令官たちはこのイニシアティブに対して2倍の予算を求めていて、2021年から22年に47億ドルで、これはフィリピンの国防予算よりも多い。そして2027年までの5年間でさらに227億ドルを要求している。3月1日の報告書でその人を説明している。アメリカは数多くの軍隊、戦闘機、艦船を保有している。課題はどこに配置するかだ。配備するから。アジアにおいてどんな紛争が起こってもアメリカは大きな節はわずかしかない。特に日本と韓国だ。ここは中国の大型の通常型ミサイルの射程範囲にある。アメリカの司令官たちは防衛を固め、軍隊を分散し、中国を劣勢に持っていくための方法を開発したい。こうした作戦の中核の拠点はガムにあり、アメリカインド太平洋軍の本部がある。中国に対する爆撃機の基地として射程距離にあり、中国本土から3000km あるので、中国からのほとんどのミサイル攻撃には十分な距離を保っている。アメリカの領土なので、司令官たちは同盟国と調整する必要がない。この10月にガムに新たな海兵隊の基地を設けたので、1950年以来アジアでは最初の基地になる。まあ、これ実際には沖縄には海兵隊基地がありますから、実際にはそういうことではないと思うんですけどね。グアムは比較的安全だが、中国の最新の弾道ミサイルの射程距離に入ることが問題で、その数はまだ少ない。さらに戦艦、潜水艦、爆撃機からの低高度巡航ミサイルがある。アメリカインド太平洋軍は6年かけて、グアムのミサイル防衛ができるようにするために、44億ドルを使おうと考えている。人工衛星と南西に 1300km 離れたパラウにも地上から新たなレーダーシステムを検討している。まあ、そういうことで明日もやりますけど、中国が最近またね、台湾を中国が攻めるんじゃないかという噂がありますけれども、そういう意味ではですね、日本も憲法を改正することができないんで、アメリカ軍と中国が、まあ、何らかの軍事衝突が起こった時にですね、日本は現在の憲法の下でアメリカ軍を支援するような法律を制定する必要があると思いますね。で、以上です。